DTM マガジン読者の皆さん、こんにちは。小川悦司です。前回に引き続いてシンガーソングライターライト 6.0 の機能紹介をしたいと思うんですけど、それでは改めまして、シンガーソングライターライトの 6.0 の紹介をします。今回はですね、前回と違って、ループ素材を中心に曲を作るやり方を紹介しようと思います。前回はイージーアレンジですとか、BGM 作成機能であるとか、その辺のね、ひな型をポンと持ってきたんですけれども、今回はもっと自由にいろんな素材を組み合わせていくやり方を紹介します。さて、それではですね、まず今回はドラムから作ってみましょう。クラブ系の感じにしようかなと思うんで、ハウスあたりにしましょうか。こんな感じで今ジャンルをハウス、楽器、ドラム、構成すべて、タイプすべて、この辺を選んでみました。これにちょっと主張していきますね。テンポでショートして、テンポでだいたい130から135ぐらいのものをちょっと選んでみましょうか。ああ、この辺でいいかな。この辺ちょっと適当で貼ってみましょうか。今これ120になってますけど、135でいきます。これのテンポがね、推奨テンポが135ですので、この辺をまず頭から貼っちゃおうかな。こんな感じ でこれで伸ばすことができますね。これで4小節になりました。このあと違うやつをこの辺にしようかな。もうちょっと派手な方がいいか。これにしましょうかね。じゃあこれをこう貼って、これをどうしようかな、 1,2,3,4、まあ、適当にちょっとこんな感じで伸ばしておきます。よいしょ、ちょっと聞いてみますね。ここでパターンが変わります。はい、変わりました。でもこういう変わり方ってやっぱり不自然ですね。この辺にフィルが欲しかったり、この辺にドシャーンとかっていうような、まあ、クラッシュであるとかエクスプロージョンであるとか、その辺が欲しいので、ちょっとその辺を持っていきましょう。そういう場合はですね、今度はこのここのフィルを選びたいので、はい、今度はフィルインに、ここ構成をフィルインにします。でこれハウスだけだとちょっと選択肢が狭いので、ここはねジャンルなし、もしくはトランスとかも含めていろいろ見ていくといいんですが、これでテンポをもう一回、この辺かな、よいしょ。よくあるパターンですね。でこれをこっちですね。これで、こんな感じで、でここでドカーンですよね。これはドラムではなくてサウンドエフェクトの中から、あるんですけど、この辺がいいかな。この辺をじゃあ貼り付けましょう。ちょっとこれで切りますね。うん、いい感じなので、ちょっと音量でかいですね。これここに簡易的なミキサーがありますので、ここで音量調節取ります。それでは次、ピアノを入れてみましょうかね。ハウスっぽい感じのピアノを入れてみましょう。やっぱりここでジャンルをまずハウスハウスハウス、楽器をピアノですね。アコースティックピアノ、もうこれはもう定番のものがこういうふうに出てきますので、よいしょ。これは実は緑色の色がついてるやつの、これミディファイルです。
はい、こんな感じで貼っていくんですけれども、このまま貼ったんだとずっとコードが変わらないんですね。で、まあ、ドラムに関してはコードなしでこういうふうに、下地を作ってしまっていいと思うんですけれども、こっから先っていうのはコード進行が、やっぱり欲しいので、コード進行の素材を先に読み込んで、その後にこの、ピアノの素材を読んでいきます。そうするとそのコード進行に合わせたパターンに切り替わります。じゃあ実際にちょっとやってみますね。コード進行はひな型が入ってますので、ひな型ここから選んでいきます。例えばこれ聞くことできるんで、こうやってこっちかな、これを例えばこんな感じで、こっちか、こういうふうにあります。これ実際はまあハウストランス系の楽曲なので、これではちょっとコード進行がね早すぎますから、こんな感じで、で次に続くコード進行なんですけども、ここで前のコードっていうやつを指定すると、これに続く、これですね、これに続くコード進行を簡単に検索することができます。ここにこのコードを入れます。 F、ね、そうするとこんな感じで出てきますね。よいしょ、もうちょっと G あたりからシンプルに、この辺でいいかな、ちょっと、うん、そしたらここですね、こんな感じで、でまたこういうふうにしますね。でこういうのはもう一回コード進行決まったら、わりかしトランスとかハウス系なんていうのは割とこういう繰り返すパターンとかね、定番でよく使うので、こんな感じで繰り返すように暫定的にこんな感じにしておきます。で、今貼ったピアノっていうのは、実はこれコードを先に貼ってから貼らなきゃいけない、一回ちょっとこれデリートしますね。でこっからこういうふうに持ってって、これをとりあえずここに貼ってちょっと聞いてみましょう。うん、ちょっとね軽くなっちゃいますけど、この辺は後で修正かけますので、とりあえずね、こういうふうにコードが変わってきます。これに合わせて変わってくるのが分かると思います。とりあえず貼っちゃいますね。ペーストしてここの間埋めちゃいましょうか。2回目からはこっちのパターンを、ちょっとねこれパターンが違うんですよね、こういうパターンなのでリズムパターンがちょっと違いますね。だからこういうふうに、よいしょ、ちょっと聞きましょう。はい、これ直すんですが、先に、ベースも入れておきましょうかね。ベースも入れておいた方が分かりやすいので、ベースも入れてみます。今度はシンセベースですね。シンセベースはですね、ハウスのパターンでも実はあんまり多くないので、トランス系のパターンから持ってくると良かったりしますね。この辺かな、はい、この辺ですね。この辺を持ってくるんですが、これはもうパターンずっと一緒でいいと思うので、コードが変わってパターンが一緒っていうパターンのことでいいと思うので、そういう場合はこういうふうに範囲選択してドンと持ってくると全部入ります。ちゃんとこれコードには合わせてこうやって変わってるのは分かりますけどね。ちょっと聞いてみますね。